偵察飛行完了。私の合図を待て。はい、ようこそ。おはようございます。こんにちは、こんばんは。リョウジンと申します。今回使用する武器は RPR レポのレベナント。まあ、弾外しても弾減らんよってやつなんですけど、全然弾減るんだよな、この武器。意味わかんねえんだよな。どういうことなんだろう。まあ、リファインドっちゅうアタッチメントがついてるんですけども、どういうことですかね。弾外しても弾減らんよっていうのであれば、壁打っても弾は減らないはずなんですよ。外してるわけだから。でも弾減るんだよね、これ。なん、どういうことやね。ほんとわけわからん。マジでわけわかんないよな。やめてほしいよな。ブーストホン鳴らすからバレるでしょ。もう、ほんとに。絶対ここ来なさす、絶対ここ来るなという意思が見て取れますね、これ。今画面の左の方に黄色いなんかこうちょっと矢印ぐるってなってるやつが書いてあるのが分かりますかね。これあのちょっと回線があまり良くないという意味らしくて、これが真っ赤になるとめっちゃ回線悪いよっちゅうらしいですよ。なんかフレンドに教えてもらいました。なんなんだろうなこれと思ってずっと思ってたんですけど、まあ、実はそういう意味があったみたいで、うん、まあなんかそれでなんか回線悪い、まあ多分これ外人部屋でしょうけど、うん、まあおそらくというか、まあほぼ 100% 外人部屋ではあるんですけど、こっちだけどね。さあ UAB、 リスがちょっと暴れてますね。おっと FTL ジャンプ、マジか、今のやられると思わなかった。惜しい、いないか、そっち。てか外国人の ID ってなんか見た目でわかりますよね。なんか若干なんか文章系な感じがしますよね、 ID って。なんか言ってることもわかるかな。お、なんかいるんやけど、びっくりした今。なんか文章系ですよね。シャドウ・オブ・ウィービルみたいな。あはぁ、おかしくね、今のリスしたばっかだぞ俺。いやもうここ焼いたれ、もう焼き払え。はい、素晴らしい。ごめん、そいつやってなかった。なんかフェーズシフトで入ってきたやつおるんやけど。ナイスキル。絶対あの部屋取るべきだって。おい、なんかいるんやが。なんかいるんやがね、そら敵やから。何を言うてんねん俺は。さあちょっとあの部屋取り行こう。うん、まあ、回線悪いっつってもね、あんまりそんなに回線悪いかどうかは分かんない。まずまずい、これはまずい、これはまずい、非常にまずい。登ってこいよ、ほら。ラフ、下にトリップ前あんだぜ。引っかかってくれよ。てか結構死んでる、やばいな。結構ですみんなやられてんだなこいつ。どうしようかな、上見てるでしょうきっと。ほらいたな。え、バレてない、バレてないですか。バレてないやったら行くけど、赤点なんか鳴らすんじゃないよお前。今から行こうとしてんのに俺バレてるやんか。いるって、もう知らん知らん、もう行く行く。ここは取りたいっす。びっくりした、電信柱か。まあ、よくあるミスだよね。はい、ここは絶対取りたい。あざす。まあ、ああいう使い方ですよね、トリップマインといえば。敵のドローンパッケージ。はい、おっと今のラグったな。引いたでしょ、で突っ込んでくるやろ。うんうん、あのケアパッケは多分おとりにしてるだよな。うん、だよねだよね。分かってても意味ねえんだよな。取られ、キルされたら意味ねえんだよな。やばいやばい、部屋の中戻らない。おい、どこいたし。うわあ、やられた、完全にやられた。もう俺の負けだ今の。ショックセントリーだと、セントリーガンか。何何何何、敵がトリニティロケットを、わけわかんないよ、もうわけわかんないよ。弾外してもちゃんと弾、これちゃんと消費されてもなくね。全然弾出らんかった今、なんで。びっくりするぐらい今弾出らんかったな今。なんでだろう、俺の武器、それはそれは俺の武器だから。なんで上にいるの、 FTL。 あー、なるほど、上にずーっといたわけだ。やっぱこうなんかあのなんていうのかな、こう上下が激しいというかね、上まで見なきゃいけないのがこのゲームですからね。敵が何も見なかった。じゃーん、立派になりました。
いるな。まだいるな。あ、エイムが悪いよ。リッパー欲しい。リッパーのサプレッサー強いな。まあ多分 RPR もあんま変わんない気がするけどね。無理無理、なんだあの敵、あの敵の武器なんだ、 AR だろ絶対。どう攻めます、これ。どう攻めましょうか。真ん中からこうゆっくりと外周を描いていった方がいいのかもしれませんけど。いますね。バレた、あ、バレてるわ。敵のボンバー、おお、これはてんやわんや。わわわ、すごい。いや、自分の ID にモストウォンデッドとか俺つけきれんもん、俺。なんて呼ばれないかんの、俺。モストウォンデッドさんって言われないかんの、俺。そうなっちゃうよね、要するにな。やっぱそういうところも含めて、やっぱセンスがあるんじゃないかなって思いますね、やっぱり外国人の方は。なんでだろう。今なんでやろう。今なんで負けたんやろう。まあ、負けたんだから負けなんでしょうけど。置いちゃおう。さてと、点数だいぶ空いてますね。これはちょっと申し訳ないけど、ちょっと諦め半分なとこありますけど、最後まで頑張っていきたいですね、ほんと。結局これ弾外してなってんのか、これは。結局分かんないままで終わってるんだけど、このゲーム。これね、こっちだよね。もう一人来ると思う。うえっ、びっくりした。裏取りが、もうショットガンの裏取りが怖すぎる。どんだけやねん。あ、お前最後は倒す。あ、無理やった。まあ、あのランクマだと結構こういうのが起きますね。うん。まあ仕方ないといえば仕方ないんですけども、多分みんなが一度は通る道だと思います。まあ、くじけず頑張って楽しんで IW やっていきましょう。ということで、ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。やっぱほら、降臨カードのスピードが遅いもん。こんな遅かったっけ？あれ？パッチで速くなったんかな？遅くなったんかな？いや、わかんないです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。